本日は高知県安芸市にあるコスパ最強の食堂を撮影してきました。それでは行ってみよう。はい、ということでね、本日はダスクちゃんのビザが延長できたので、今から安芸の方まで行って豪勢にやっていきたいと思います。ということで本日買ったもの、こちらのクーラーボックスに入れていきたいと思います。エコバッグはオフィスノックです。ということでね、本日は高知県安芸市にあるコスパ最強な食堂屋さんに行ってみたいと思います。現在の時刻は10時45分。今日1本目のやつ、この高知の暑い街を見ながらビールが飲めるって最高。お寿司さんね、入るときは入りやすいんですけど、出るときがちょっと出にくいかなって感じ。はい、ということで本日は高知県安芸市にある磯寿司さんにやってきました。こちらがお店です。お店の前はこんな感じ。それでは今から行ってみたいと思います。お店の中はこんな感じ。お寿司もいっぱいあります。五目そばの大盛りってできますか？はい、じゃあそれ一つと、あと親子丼も一つ。はい、おでんも味がめちゃくちゃ染み込んでる感じで美味しそう。本当だっけ？これで大丈夫。はい、うん、唐辛子、多分一味だったと思うけど、一味を少量かけて食べていきます。こちらお寿司を今から持ち帰りしていきたいと思います。板取りがあります。板取りの寿司、これが多分役が一つ。あんた何？ラスキちゃん、どっちだけ？ツナ、キムチ、キムチ、あ、キムチ、あ、はい、はい、じゃあこちらキムチです。はい、こちらね、僕が頼んだ五目そばの大盛り、今から食べていきたいと思います。ダスクちゃんの親子丼も優しい味でめちゃくちゃ美味しいです。美味しそうな親子丼ですね。うん、美味しい。ダスクちゃんの親子丼も優しい味でめちゃくちゃ美味しいです。
はい、こちら磯寿司さんめちゃくちゃ美味しかった。はい、そしてこちら磯寿司さんの目の前の景色こんな感じ。テトラポットいっぱいあるな。いやー、磯寿司さんビールなかったんでこちらでビールもう一つやっていきたいと思います。クーラーボックス持参です。高知県の景色を見ながら板取りの田舎寿司食べていきたいと思います。いただきます。うん、すごいこうシャキシャキした歯ごたえがあって美味しい。この動画は高知県からチャンネル登録よろしくです。それではまた会いましょう。